ある若い女性は妊娠している間にがんに患っているということを発見しました。で彼女が自分の子を守るために、その子を産むために治療をしなかった。だから産んでから死んでしまいました。この若いお母さんは、ちょうど私たちにキをクリスマスの神秘に入るための木を渡してくださいます。 彼女が死ぬ前に主人と子供たちにこう言われた。私たちは生まれたのはもはや死なないためでした。つまり私たちが生まれたのは死ぬためではなく永遠に生きるためです。これはクリスマスの最も重大な大切な基本的な意味です。死への恐怖があるところでは本当の喜びを経験することが できません。恐怖を感じた人は喜ばれない。で、この死への恐怖の奴隷から私たちを解放するために、イエス・キリストは あなたと、私と、全く同じような、人となりました。クリストは、罪と、その結果である死を滅ぼしてくださいました。だから、本当に、おめでとう、う私たちは、死ぬために、生まれたのではない。イエスキリストを私たちのうちに、迎かえて、彼が、私たちの中で、すべての罪を、滅ぼして、消して、そして、その代わりに、自分の命自分の愛を与えて、くれたら、私たたちも、 もはや死なない。あなたがその罪の奴隷に死ぬために生まれたのではない。その裁き、その肉欲その欲望の中に死ぬために生まれたのではない。逆にあなたは愛するために生まれた。なぜかというと、愛があるところには恐怖がありません。愛は 恐怖を消します。愛する人は死への恐怖を感じていません。イエス u リストの永遠の命、死より強い愛を持っているから、その愛によって命を懸けることができます。自分を捨てば捨てるほど命を得ます。ち溢れている喜びを経験することができます。だから、本当におめでとう。クリストの愛で満たされること、おめでとう。